こんにちは。ビットコイン、イーサリアム、リップル、その他暗号通貨っていうのは様々ありますけども、こちらの暗号通貨の市場が盛んになって価格がどんどん上がるためには、やっぱりマイニングがね、どのぐらいスムーズに行われるかってことが、まあ、必須不可欠だと思います。マイニングっていうのはね、案外ね、電気代がかかったり、最新型のパソコンの初期費用がかかったりとかして、結構コストとの戦いなんですよね。まあ、その中で、まあ、電気代っていうのがね、やっぱりランニングコストとしては大きなものを占めていると思います。この電気代が安くならないことには、なかなかマイニング報酬も十分もらえなかったり、暗号通貨の送金コストが高かったりとかしてね、なかなかうまくいかないんですよね。出来高にも影響しますし、結果暗号通貨の価格が高止まりするってことになります。で、どんどん値段上げていかないといけないと思いますけども、その中でこのマイニングね、このマイニングがどのくらいスムーズに行われるかってことなんですけども、最近は中国の規制があって、マイニング工場などがね、どんどん閉鎖しているっていう、そういうふうなニュースもあります。反面ですね、こういうニュースも今入ってるんですよ。ビットコイン採掘機器、要するにマイニングの機械ですよね。これが3万台が購入されたということなんですよ。ね。で、購入されたということは、どこかで3万台規模のマイニングが起きるってことなんですよね。だから値段が上がる要因になるわけなんですよ。環境配慮の米マイニング企業が規模拡大ということで、アメリカのマイニング企業がね、これに関わっているということでございます。まあ、アメリカでも一部暗号通貨の規制はありましたけれども、基本的には自由の国なのかなと思います。アメリカが暗号通貨に対して、まあ、課税をしながらもね、どんどん後押ししながら規制するっていうのを繰り返しで、徐々に市場っていうのが広がっていくものだと思います。おそらくね、この暗号通貨っていうのはもうデリバティブの一部なんですよね。まあ、ETF 承認っていう問題もありますけども、おそらくこのまんま暗号通貨全体的に、まあ、取り入れられていくのかなと思います。で、マイニング機器3万台の購入契約っていうのが、マイニング企業、テラウルフ社がビットコイン、ビットメイン社の最新マイニング機器3万台の購入契約をしたということですよね。両方ともアメリカの企業か、ということなんで、かなり前向きなこの源ではないかなと思います。テラウルフ社っていうのは、マイニングで消費する全ての電力をカーボンゼロのエネルギー源をすることを目指しており、原子力発電や水力発電を利用して 90% 以上の電力を賄う2つのマイニング施設の計画を発表しているということでございますね。だからある程度長期的にこのマイニングっていうのが、結構ね、投資されるということですから、まあ、ビットコインはじめイーサリアム、これから明るい兆しが見えるんではなかろうかと思います。そしてニュースはもう一個です。米ナスダック上場企業と合併ということなんですよね。上場企業と合併してるわけですから、これまたね、信用度が高まる話になると思いますけども、皆さんいかがお考えでしょうか。7月からイーサリアムのガス代、いわゆる送金手数料が安くなるというニュースもありますので、その辺も注目していきたいですよね。それではね、これから暗号通貨投資をしている人は、マイニングがどのように行われていくかってことに注目しながら、どの会社がマイニング機器を購入しているか、そして電気代コストはどういうふうに捻出しているかというところを見ていくと、これから景気動向、暗号通貨の価格が上がる前夜なのか、それとも下がる直前なのかということが分かりやすくなっていると思います。それでは本日は以上です。